画探求堂とことん映画案内のジョーヨガーです。さて今回紹介する映画は6月11日から公開のアクション映画ミスターノーバディです。監督にロシアアメリカ合作の、映画ハードコアを手掛けたロシア人のイリア・ナイシュラー監督、あと、脚本制作総指揮に、ジョン・ウィックシリーズの脚本を手掛けた、デレク・コルスタットで、一見平凡なおじさんのハッチがある事件をきっかけに本来の殺し屋の姿を見せロシアマフィアと交渉をするアクション映画です。それでは簡単なストーリーを。主人公ハッチマンセルは妻ベッカと息子ブレイク、娘サミーの4人家族で暮らし平凡な日々を送ってた。ある月曜の深夜にハッチが起きると、玄関から黒覆面2人組が侵入するのを発見するも、ほぼ無抵抗で少額の金銭を盗まれて逃してしまう。が、後にハッチがその時にあるものを盗まれたことを知り、犯人を追跡することに。と、こんな感じですね。この映画は、この2人組の泥棒の話はあくまでもきっかけで、これが一息ついてからが本番で、それ以前と以降ではまるで違う作品になるんだよね。この泥棒2人組までは、一見冴えないおじさんの日常の映画なんだけど、これがジム・ジャームッシュ監督のパターソンにも、ちょっと通じるんだよね。やや早回しのラッシュ的な映像だけど、平平凡凡なオフビート感は、ジャームッシュとも、あと過去のない男とかで、有名な秋カウリスマキ監督の作品に、近い匂いがしてるよね。これを泥棒2人組のシーンが一段落した後のバスのシーンからガラッと変わって、ここからがヤバいアクションの連続。酔っ払った 4,5 人組の男たちを相手に、狭いバスの車内で相手のナイフやバスの手すりを引っこ抜いて、鉄パイプでこう大立ち回り。この時のバトルでハッチはいくらか相手に殴られたりナイフで刺されたりするんだけど、そこがまたバトルからブランクがあった人らしいファイトで、非常にリアルでしたね。で、やはりこうしたアクション映画って敵の魅力にあると思うんだけど、アレクセイ・セレブリャコフが演じるユリアンらロシアマフィアはロシア人の監督が手掛けているだけあって説得力がありましたね。ナイトクラブを根城にして、基金のビジネスとか凶暴さなどロシアマフィアっぽさがありましたね。あと後半のクリストファー・ロイドの活躍が目覚ましかった。ジジイなのにバンバンとショットガンをぶっ放してまだまだ若者には負けないといった感じでしたかね。あと何といっても音楽が素晴らしかった。冒頭とラストでニーナ・シモンのオリジナルの Don't Let Me Be Misunderstood 放題悲しき願いを使ってるんだよね。もうね、すぐ分かりましたよ。始まって5秒でいい映画だって、あのセンスあふれる冒頭シーンで分かりますよ。それだけじゃなくて、ファンク系のエドウィン・スターの1971年の曲ファンキューミュージックショーナフタンミーオンとか、あとチャイコフスキーのピアノ協奏曲1番を使ったり、あとアクションシーンでパッド・ベーターのハートブレイカーを使ったりね、とにかくかっこよすぎですよ。それでは点数ですが、これは久々の5点。とにかくね、日常のオフビート感とそのアクションのコントラスト、そして音楽のかっこよさとも、まあ、特にその音楽が決め手にはなるんだけど、まあとにかくね、まあ上半期の最後の最後にやっぱりいい映画を見ましたね。ということで今回は以上。